くしながらかまどを覗いた。Hi everyone, it's me, Baker Sachi. 皆さんこんにちは、パイのさっちゃんです。今日はですね、私の大好きな場所をご紹介したいと思います。それはね、養蜂所なんですけれども、私のいるここジョージア州はですね、アメリカジョージア州は結構ね、ビーキーパーと呼ばれる養蜂家の方が、いらっしゃるんです。で、今回ご紹介するのもその中の一人、メルビンおじさんって言ってね、もうこの南部の人特有のもう本当にあの気さくなね、おおらかな方の、紹介なんですけど、その方のね、されてる養蜂所の紹介になります。で、ここはですね、私普段ファーマーズマーケットでパンの販売をしてるんですけども、パンと一緒にね、蜜ろうラップっていうのを販売してます。蜜ろうラップね、ちょっと知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明すると、これがサンプルなんですけど、薄手のこういう綿の布にね、蜜ろう染み込ませてあります。で、蜜ろうって、蜂蜜と同じでね、抗菌作用があるんですよ。なので、食品のこう保存にね、割と向いてるんですね。で、パンとも相性が良くて、この蜜ろうラップで包んでね、パンを保存すると割とカビが入るのを遅らせるって、そういう効果があるんです。で、私のパンは、自家製酵母を使ってるので割と日持ちはする方なんですけれども、でもスーパーのパンなんかと比べるとね、そういう保存料を入れてるわけでもないので、割とカビ生えるの早いから、こういうのも一緒に、販売してるんですね。で、これを作る時の蜜ろうを分けていただいている場所が今回ご紹介する、養蜂所になります。で、ここはですね、もう何が素晴らしいって、ミツバチのためにね、いろんな草花、それから木々が植わっています。果物の木なんかもね、結構植わってるんですけど、ジョージア州は四季があるので、春から秋にかけて、まあ、何かしらの果物がね、ずっと取れてるんですよ。ちょっと前まではね、ジョージア州ピーチがたくさん取れるので、プラムとかピーチとかね、この辺のものがたくさん取れてました。で、その後にイチジクが取れ始めて、この前読んでいただいた時はマスカリンってね、南部特有のブドウがあるんですけど、それが取れ始めた。で、もう少しすると今度柿が取れるみたいにね、こういろんな果物が取れる。それから自然農をされてるので、これのお野菜がまた素晴らしいんですよ。今回はね、ちょっとビデオに収めてないんですけれども、その畑もね、今度いつかご紹介したいと思います。自然農でね、農薬とか使ってないから、もう草ぼうぼうなんですよ、夏場に行くとね。で、その草ぼうぼうの中、草はかき分けてですね、そのお野菜収穫したりするんですけれども、これがまた素晴らしい。で、私もまあパンが焼けるのでね、呼んでいただいた時は何かしらパンを焼いて、持っていったり、あとはそのマーケットでね、ちょっと残ったパンが多かったりすると、残り物だけど食べてって言って持っていくとですね、今だったら何か取れてるから持ってきなみたいな感じで、こうブツブツ交換をね、するような、そういう風なお付き合いをしていただいています。で、ここはね、まあ、その自然がやっぱり豊かだから、何をするわけでもないんですけど、あそこで 1,2 時間いると本当に元気をいただいてくるんです。だから疲れるとね、あそこ行きたくなるんです。私、本当に素晴らしい場所で、いろんな動物もいるんですけれど、犬とか猫とか、まあ、鶏もたくさん飼ってますしね、まあ、見ていただくと分かるけど、大きな池があって、そこに魚もたくさんいます。で、自然の中でみんなのびのびで生活してるので、やっぱりたくましいしね、自然の中で暮らしてるから。で、見てて気持ちいいようなね、そういう暮らしぶりです。そして、なんていうかな、豊かなんですよ。お金があるとかそういうんじゃなくて、本当の豊かさってこういうことかなっていうのをね、感じるような、そういう場所でもあります。まあね、見ていただくのが一番いいと思うので、そんなにね、今回は長くならないようにしました。5分ぐらいのね、 VTR にしてますので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。それでは VTR スタート。Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. Can you introduce you? Get to some. Told me you don't really do commit. Trust me, consider your message received. Thank you. Prince Ruby, you ought to say hey to everybody. Take us too seriously. I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm
fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, move, Betty. Catfish hadn't came up yet. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have wow, so big. The whole area would be out there, be covered in fish in just a matter of minutes. Hovering the head like this. You get soaking wet up here from the fish. You said you couldn't take us too serious. To be free. I never want to look at a house in the garden.